どのぐらいのペースで歩いていくんですか？私これくらいのペースで、1.5。1.5 か。いやー、なるほど。いやー、倉岡さんの後なんか先生からませんよ。あー。1.5 って、皆さん、もっと早いですか？もっと早い。2ぐらいは行きますよね。あ、2ぐらい行くんですか？ここで走ってる人いました。6000で？はい。よくやってくれる。昨日かな、一昨日ですね。あ、一昨日その前からですね。はい、私、高所どうも弱いみたいなんですけど、だから本当14とか行っちゃうんですけど、あの気抜くとすぐ記憶がなくなるんで、この前はちょっと自分なりに1時間半ずっと3キロで、あのただ重りなしで歩いてみたんですよね。でもそうしたらものすごくあのもう限界で全然歩けなかったんですよ。そう、最初からそういうのやらないで、もう自分の急に合った方がいいんで、やった方がいいですね。あ、まずはだからじっとしてるとかからですか？いや、じっとはしなくてもいいんですよ。もう1キロとか、ゆっくりゆっくり。今日は 1.5。やっぱり行けば行くほど慣れるんですかね。慣れますね。高所、高所慣れます。それでだから、もう毎年行ってますでしょ。だから今三浦に来ても4000から始めて、大丈夫ですよね。はい。でもそんなに2キロとか3キロには上げません。ああ、そうですか。1.5。やばいな、本当に。気抜くと本当自分これぐらいでも50切ってくるんですよね。60ぐらいにはしといた方がいいですかね。60代、70代どっちが多いですか？60代多いです。60代な。60代でキープしとけばいいんですかね。この前は無理に3キロでずっとやってたんで、自分あのだいたい45ぐらいで心拍が150ぐらいまでいってたんですよ。もうね、そうですか。もうそれでもう帰ったらもう疲れちゃって、大変ですよね、それだとね。あの脳みそおかしくなりますからね。脳みそおかしくなっても困りますよね。脳みそがちょっとおかしくなりましたね。そうか。ああ、なるほどね。やっぱり自分のペースで、自分のペースで60のキープとか70のキープとか、やれるところを見つけて、そこから始まるんですね。だんだんと慣れてくるんですかね。慣れます。やっぱり高所は、はい、